お願いします。ありがとうございます。こんな感じ。はい。いや、ちょっとやばいな。めっちゃ仕掛けられてる。俺ドッキリ。あ、ちょっと撮ってますね。静止画で。はい、どうもー。水溜りボンドです。お願いします。毎週頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい。ウームの。うん。もうテンション高いもんね。うん、スペースで撮ってるんですけど。スペースって。やっぱ、夢としては、いやでもやっぱ、そこに行 けるという、その行けたらいいなっていう。まあ確かに確かに確かに。行けたらすごいなって思うじゃん。全然行けんじゃん。草薙さんがこっち側に来てくれたら、多分何でもできる。何でもできる。ちょっとでかいドラマを撮りたいと思います。ちょっと行けそうなんで撮りたいと思います。行ってみましょう。はい。ない方がいいかもしれないですね。まあいいな。セリフスな。台本なしでいいな。セリフスな。台本なしでいきます。ああ、全然ないです。お前はいいな。台本なしで。お前はいいと思う。なしで。お前はいいと思う。草薙さんが、いや、ドラマもいろいろあるし。いや、ありますね。違う。草薙さんが、いや、ドラマもいろいろあるし。うん。お前の次のセリフは？テーマとかってあります？なんでお前が聞くの？俺なんでお前が俺にテーマとかあります？草薙さんのセリフ聞く。実際は、ね、ちょっと実際やばい。実際は、ね、静かじゃん。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやこんなわざわざ来ていただいてありがとうございます。ドラマやりたいなと思いまして。はい、はい、すいません、よろしくお願いします。なんかね、やっぱこう、せっかくね、やるんですごいよ。なんかでかいでかいやつをやりたいなっていうんで。どうすかね、だからやっぱまあやりたいって言ってたやつ。まあだからもう本当にハリウッドの映画規模の、その、はい、本当に宇宙とかをなんか使って宇宙船で、ああいい、そういう感じですね。心理戦みたいな感じで。で、YouTuber になろうと思った僕のもう一つの理由が、それは君と会うこと。会って和義の話をしたかった。君さ、彼から盗んだよね。企画を、彼がやろうとした企画を、ね、君やってる初期の企画ってさ、君がやってる初期の企画ってさ、和秀が考えたもんだよね。生前彼が残した動画があります。遺言のような。僕はそれをこの動画に隠しました。いやもう本当にその演技自体は全然問題ないんですけど、僕っていうワード入ってた方が、ああそのみんな頑張る、じゃあ言った方がいいと思う。頑張るかなっていう、これですね。僕が監督どこで勝つんですか？全然いいよ。マジっすか？うん、うめえよ。すいません、今日ありがとうございます。なんか全然いい、超光栄です、僕からしたら。なんかね、自然ですね。よかった、なんか嬉しいですね、なんかこう、今できて。これドラマ舐めんなよみたいなこと。いや、まあ僕がこれ立つんで、なんか本当にあのー、本当に僕この設定上の気持ちで僕にキレてる顔で睨みつけるみたいなことをちょっと、俺が立って、あれ見て、実際には俺は3人にはいない。まあ2人いて大丈夫。あ、基本的にはいつもやってる YouTube の形の番組から入ってって、はい、だんだんドラマになっていくみたいな、そんな流れです。はい、はい、どうもありがとうございます。お久しぶりです。すいません、なんかいやいや、なんかごめんね、急に。いいいいいい、本当僕のね、どうしたんですか？どうしたんですか？いや、なんかあのさ、はい、ドッキリやりたくて。あー、水溜りボンドいつもドッキリやってんじゃん。はい、はい、ドッキリといえば水溜りボンドだよ。
まあでも、ボンタちゃん嬉しい。本数は多いかもしれないですね。でしょ、はい、はい。今回さ、なんか水たまりボンドをちょっとさ、なんかもうちょっとなんかパッとした人がいる。なんか正直知らなかったんだよね、水たまりボンド。もうやっぱりさ、ビッグネームで。ビッグネームは悔しいっすね。本当なんか、いやでもそうっすね、草薙さん結構調子乗ってる感じです。さっきの何やってやる。全然簡単に切れない。全然言えない。ちょっと切れないとダメじゃんこれ。まあいいけど、いいけど今みたいな、こう、あのスッて、リアルでいいんじゃない、リアルな感じで、リアルでもいいし、笑いっぽくどっちでもいいよ、その場でいけるんだったら、はい、いや、入っちゃいますね、僕多分そんなこと言って親に怒られますね。いや、そうね、芝居なんだから。親戚の集まり行けなくなっちゃう。芝居なんだ。芝居なんだ、わかる。 YouTube で大丈夫ね、親戚で炎上する可能性がある。簡単な感じでいいよ。あー、わかりました。そうですね。皆さん、こんにちは、 YouTuber 草薙です。見てる人によってはね、こんにちはとか、おはようとか、こんばんはとか、 YouTube はいつでも見れますからね。お疲れ様です。なんかごめんね。いいいい、ありがとうございます。本当に欲しい時に、いい、急に呼んでいただけることあるんですね。チャンスがいたのって。チャンスが、すいません、ありがとうございます。全力で走ってきました。なんでお前が好きなこと俺がやるんだよ。すみません、あの、僕は好きかなと思って。謝れ。あ、はい、謝れよ。謝ります。ただすごく面白い。お前さ、何やってんだよ。YouTube 始めて大事な時なんだよ、お前。何やってんの、お前。冗談じゃないもん、ほんとによ。あ、すいません。ちょ、ごめんね、ほんと。いや、すいません。つまんねえ、ほんと。なんだよ、これよ。うん、ドキュンでしたー。おぉー。マネージャーに言ったのも作戦。すいません。うん。やばいっすよ。見た。涙出そうになりましたよ。見た。いや、僕らは本当に少ないですもん。俺結構なんか芝居笑いそうだったんだけどさ。いや、もう、さなぎさんのやつは全部ガチです。立ってらんなかったです。立ってらんなかったです。いや、でも、それはちょっとでも調子のやついいかもしれないですね。その YouTube のでずっとやってきたんで。僕やりたくないっす。そうですね、帰ります。再生数とかとそういうところにとらわれてる感じはちょっとしますね。カッツ、はい、行きます。今ちょっとやばかったですか。ちょっとなんかもっとカンちゃんがさ、そこをバンって上がって、カンちゃんが悪いですね。すいません、ちょっとなんかぬるってしてる感じだから。そうですね、なんか切れてるのか切れてるのかわかんない。中さんちょっと芝居しちゃってたんですよ。本当？いや、中さん僕です、僕が悪いです。あの、僕が僕のせいです。炎に僕もめっちゃ気が、はい、よーい、あ、ちょっとすいません、あの僕らハゲてる時絶対映ってると思うんですけど、大丈夫ですか。どうだろうね。あの、CG で、あ、CG で人を CG するんじゃなくて、消す CG。 消します、消します。余計なとこでお金かけんだね。でもそこはもうお金あるんですよ。あ、まあ、ここに使ってるんですか。そうです、そうです。これ大丈夫です。いいの、それ取れるの。普通にいいディレクター。お願いします。はい、よい。なんか言いにくいんだけどさ、水玉も握手が悪い。あさて、あのタイミング、そこで噛むのはさすがにないです。わかります。お願いします。よーい、スタート。なんか言いにくいんだけどさ、水玉ボンドってさ、キャラ薄いよね。ひどいっすよ。そうっすね、ちょっと僕らそれは、あ、ちょっともうさ、ダメっす。そうそう、あ、すいません。あ、あ、嘘です。ドッキリでした。ドッキリでした。あ、だけど、すいません、もう一回やります。はい、やります。はい、はい、もう一回やります。じゃあですね、すいません、耳とか、耳か、わかりました。一番最初のやつでいきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。どういうことなんですか。どういうこと。どのドッキリ。どうやって、これなんですか。なんか知ってます。わかんない。どうやってディレクターまで上がったんですか。はい、草薙さん、水玉さん、ちょっとこっちも待っといていいですか。はい、ちょっと、はい、草薙さん、以上になります。ありがとうございました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 。はい、水玉リボンドさんも以上です。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。よい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。すみません。ありがとうございます。あ、撮りまーす。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.